そうそう、ありましたありました。その拳銃という人は少し足りないと私らは思っていたのです。いつでもはあはあ笑っている人でした。毎日ちょうどこの辺に立って私らの遊ぶのを見ていたのです。この杉もみんなその人が植えたのだそうです。ああ、まったく誰が賢く誰が賢くないかは分かりません。ただどこまでも十力の作用は不思議です。ここはもういつまでも子供たちの美しい公園地です。どうでしょう、ここに拳銃公園林と名をつけていつまでもこの通り保存するようにしては